エアームド。もうこのパーティーに入ってるエアームドって何してくるんですかね。受けるプノム堂だったら、まあ受けてなんか鉄壁とか羽休めとかしそうですけど、普通のパーティーに入ってそのエアームドか、なんか怪しいな。飛行 Z とかそういう感じのちょっと変わった方じゃないかな。どうしようかな。エンテ出したいですかね。それこそエアームドを考えると、通りもあんまり良くはないけど、エンテミミッキに強めなんで出したいですね。あとギャラドスがちょっと、ギャラドスが重い感じのパーティーになっちゃってるので、こっち、ギャラと戦えそうなのは誰だ、ドレディアか。草の通り悪くないからな、無道を考慮しなければですけど。カバルドンとかどうしような。カバルドンの相手きっそうだけど、ちょっと待って、まとまらない。まとまらないから、タスキで安定しそうなニドキングと、あとドレディアとエンテで、カバルドンはドレディアでなんとかする感じかな。ニドキングが力づく冷凍ビームあるので、それでカバルドン見れたりしませんかね。カバルドン、まあ冷凍ビームで削っていきましょうか。砂起こし、アクビステロでギャラドスに繋いだりとかされると結構厄介ではあるんですけどね。あー、ちょっと待ってよ。いやでも冷凍ビームか。ニドキング削られちゃうとギャラがめっちゃきつくなりそうですが、まあドレディアでどうにかこうにかできればいいかな。冷凍ビームギリギリ半分か。お盆じゃないんだな。じゃあ次のレビでとりあえずは倒せる。しかしギャラが来るとまずいか。ギャラが来るとめっちゃきつそうですけど、まあヘドロウェーブと冬打ちでなんとか削っていくしかないですね。ギャラが重いパーティーだから10万ボルト仕込んでもいいかもしれないんですけどね。ステロ巻いたりするタイプじゃないってことかな。カバ引き、霊火結構取ってますが、テテフー、テテフか。上取れる自信があるから出てきてるんですよねこれ。結構入ったし、こだわりスカーフかな。冬打ちも通らなくなっちゃった。まあここで何打ってくるかにもよるんですが、まあ最近だと思います。こっちの裏の積んで積んでを警戒して、なんか気合玉とか打ってくれてもいいんですけどね。まあ最近に来るんだったらちょっと交代しづらいので、ここはヘドロウェーブですね。ムーンフォースか。どうしようかな。こだわりスカーフだとドレディア超前してもテテフ抜けないので、遠征から行きたいところかな。遠征、遠征なんですけど、今回新しく時短打を習得しておりまして、ウルトラサンムーンの仕業で、これがその本来遠征が覚えられる最高の地面技の、一番威力高い技が地ならしだったんですが、少し威力が上がりましたね。で、地弾打がその外れた時に威力が2倍になるっていう効果なんですけど、それが聖なる炎や独特の、命中の低さとシナジーがちょっとあるかなとも思ったんで入れてみましたが、ここは、こだわりなら引いてくるっていうところかな。一回身代わりで様子見ましょう。で、不引き、まあ、多分カバルドン、カバルドン。ここをどうしよっかな。聖なる炎で、聖なる炎2回は打てば倒せそうな HP だとは思うんですけどね。毒入れるか聖なる炎打つかっていうところで、どうしよっかな。
怠けてくるかもしれないので、怠けてくるならどこどこ入れたいんですけどね。まあでも、セナルほどで燃やすことでもしかしたらドルディアが起点にできるかもしれないので、セナルほどで行きましょう。燃えない。燃えた。ちぐ、身代わりが戻るのが先だったか。地震。これ身代わり割れないとかないですかね。さすがにないか。抜群だし。やけどったことで身代わり耐えてくんないかな。うん、さすがに無理か。どうしよっかな。砂が収まった。裏がギャラドスである可能性を考えたいんですけどね。裏がギャラドスだった時に、ドレディアで展開しておく必要があるような気がしますね。ただドレディア出したとしても岩石封じ来るかもしれないからな。まあ、このターンは自身しか打てないと思いますが、あくびが飛んでくるかもしれないし、引きづらいな。遠征でカバルドン倒した後にギャラドスを聖なる炎で燃やすっていう動きをした方がいいのかな。あと、テテフが使うだった時にドリディアが1枚しても抜けないっていうのもちょっときついところなんですけどね。このままエンテイでカバルドン突破しちゃって大丈夫かどうかっていうのが結構不安なんですが。いやー、引けないか。ジタンダ打つか、ジタンダ。ジタンダって言い間違えましちゃいますけど、ジタンダですね。あ、耐えた！あ、ちょっと待って、待って。いや、ジダンダで倒せるって思っちゃったな。待てよ、これ。これきついか。削られちゃうな。しかも、うまいこと、カバルの火傷で落ちちゃいますよね、これ。いや、地面 Z カバーはさすがに読めんな。うわ、これきついぞ。完全にやらかしたな。ああ、聖なる炎を打たないといけなかったか。いけると思ったんだけど。テテフか。ギャラから来てくれた方がまだ過失じゃったかな。でも、テテフが一応スカーフじゃない可能性はまだ残ってるでしょうから、聖なる炎を打つしかないですね。上から最近に打たれたらもう負けなんですけど。悩んでるな。お、通った。スカーフじゃないのか。マジか。それはワンチャンあるぞ。ワンチャンできたな。ラス1が誰かによりますが、ギャラドス来てると思うんだけどな。めっちゃ刺さってるから、こっち。ギャラドス。いや、燃やすしかないな。ちょっと、今、ドレディアに引く余裕がないので、さすがに、セナル炎で燃やすしかないな。5割だしな。やけどの確率5割で、かつ1割で外すんで、やけどしない確率の方が高いんですけど、毒打っても粘りきれませんし、ここは燃やすしかないですね。メガシンか。頑張れ。燃やせばドレディアが氷の牙だって耐えれるようになるから、全然ワンチャンできる。燃やして。頼む。燃やして。まあでも身代わりはなさそうか。向こうのギャラドスが身代わりを持ってなさそう。もしかしたら一枚氷の牙だったらドレディアが耐えれたりとかし、あ、待ってくる。お、マジか。いや、これむしろチャンスなんじゃないか。これで燃やしてくれた方が、こっちとしては貸し筋ができますよ。聖なる炎を燃やせ。2回打てば燃えるんじゃないか。2回打てば。マジかー。それは負けですね。地震。まあ、ワンチャンあるとしたら、氷の牙も噛み砕く思ってないかな。
ちょっと一瞬止まりましたが、ギガドレインと Z 破壊光線だったらギガドレインの方が入るよな。ギガドレイン避けろ避けろ、ギューダメか。エンテ肝心なところで燃やしてくれんかったな。対戦ありがとうございました。これは積んで積んでが割といけませんかね。まあミミッキュもいるし、決めれば早いな。テテフとミミッキュに積んでは強いし、まあリザードンとも戦えなくはないと思いますから、左3体に気をつければなんとかなると思う。左3体どうしようかな。左3体がきっそうだな。左3体ボーマンダで見れるか。積んで積んでとボーマンダが結構あの相性補完がいいので、この2匹を軸に、あとはどうしよっかな。ドレディアの通りがそんなに悪くないんですよね。リザードンがリザワイだった時に、あの揚力素でなんやかんやできるかもしれないので、ただあのリザードン Y かと言われたらわからん。特殊アタックは少なそうだから Y な気がするんですけどね。どうしよっかな。テテフが格闘 Z とか持ってた時に積んで積んでじゃ無理だから、ニドキング入れとっか。ニドキング行くか。ミミッキュー、私ちょっと誰出したっけ。あ、積んで積んでか。ちょうどいい。初手誰出したか忘れてしまいましたが、積んで積んで勇敢のアタッカーなので、交代してくる可能性考えてもロックブラストが通ってるかな。馬車も正しい読むなら地震っていう手もあるけど、ギャラ出しとかかもしれんしな。ロックブラストで、お、椅子ある。突破できるか。積んで積んで突破できるのか。まさかドレインパンチ格闘 Z とかがロックブラスト。ドレインパンチがないミミッキュだったら積んで積んでは絶対突破できないはずなので、まあまあまあ、とりあえずタスキの可能性と化けの皮を両方潰しましたので、ここはジャイボっていきましょう。さあ何 Z？ ゴーストか。 OKOKOK、 よしよし、全然耐えますね。ジャイロボール。あ、でも積んで積んで半分回復のみ持ってるんですけど、それが発動しなかったな、ちょうど。さてこれでガッサ来るか。奉仕がんぱいになっちゃうかな。まあでも、もう積んで積んでに仕事ないか。テテフの相手できんこともないかもしれないけど、まあ二度キングもいるし、積んで積んでは捨てましょう。まあどうせ行動させてもらえないと思うんですが、仮に行動できたとしたら、いや、捨てろよりかはタスキ潰し優先かな。ジャイロボールで。お、引き、お、交代読みの何か。おっと、なんか刺さった。なんか刺さったぞ。なんだろう、マンダ交代読みのテテフとかかな。かなり強気な動き方をされますね。いや、これ完全にラッキーだったんですけどね。なんかこれでマッハパンチ耐えたりとかしないかな。さすがに無理か。特にビーストブーストで攻撃上がるような調整にはしてないので、防御が上がるんですけども、欲しい。あ、てか今あれか、マッハパンチ打てないのか。だとしたら
ここ種マシンガンしか撃てなそうですが、種マシンガンだとあれ発動しますよ、回復の実。種マシンガン、2発でちょうど発、うお、今急所に当たったけどでも耐えた。やりますね、積んで積んでいく。これ起きれば積んで積んでほぼ3盾まであるぞ。あ、多いな。4回、おっと、やりますね、積んで積んでいく。いや、助けまで行くか、火力あるな。ジャイボで、まあこれは、あ、よし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 、積んで積んでめっちゃ頑張りましたね。対戦ありがとうございました。